はいどうも、スイングアウトチャンネルです。今日もですね、楽天イーグルス対千葉ロッテマリーンズ、いや、ヘボロッテピーナッツの試合を、見に行きたいと思います。で、まあ今日はね、先発ピッチャー小島投手ということで、まあ昨日の総評で言ってるので、期待していることに関しては今日はちょっと省略します。打線、本当に打ってください。序盤と点取られた後に点を取ってほしい。じゃないと多分ノースコアが多分続くんじゃないかな。てか続くから、先発序盤と点取られた後にしっかり点を取る、もうそこを徹底的にお願いします。で、まあ、楽天の中継ぎ陣が、まあ、多少ね、他のリリーフ陣と比べたら若干劣る部分があるんで、ノースコアのまま終盤にもつれたら、リリーフ陣攻略しましょう。ってことは、先発の今日藤平投手なんですけど、結構球数投げさせましょう。じゃないと勝ち越せません。で、多分今日負けたら本当に CS が危うくなるんで、根性を見せてください。お願いします。ってことでね、今日ちょっとサングラスね、家に置いてしまって日差しが半端ないんですけど、まあそれはまあどうでもいいとして、球場の中に入りたいと思います。今季久々の、いや久々でもねえな、1安打完封負け、ゴミ時代でした。はい、もう残念だね、本当に。呆れるやばい。今日は菅野選手以外ヒット打っておりません。やばいよ本当に。高部選手と荻野選手が、まあ、今日ノーヒットだったんですけど、その2人が打たなかったら本当に見てられない。もうね、一番言いたいのは佐藤俊哉、もう本当ね、お前はなんでいつもフライばっか上げてるんだ。いつもね、フライしか上げてない。ショートフライ、ライトフライ、そのイメージしかない。もう打率も2割1割いくんじゃない。もうね、松川くんの方がいいと思う、キャッチャーは。それか
浦和に行ってもらうか。まあどっちかっすね。ちょっとね、あの同じような内容が多すぎる、さすがに。もう呆れてます私は。はい、せっかく今日もね小島投手好投したのに点が取れないということで残念です。藤平投手、まあ内容結構良かったんで、まあだとしてももっと根性見せましょう、ロッテ打線。さすがにちょっとねつまらなかった今日の試合。普通にシンプルにありえないね、本当に。今日落としたということで、もうかなり危ないです。今後は優勝はもう多分赤信号でしょう。 CS ももう黄色信号にはもうなってるんで、あのまずレアードとマーティンがスタメンじゃない時点でもう異常なんですよ。この打線日本人で戦わないといけないっていう、もう異常事態で、マーティン、レアード両方とも打率1割台なんで、今からでもね、まあ手遅れなのかもしれないですけど、ハラハラさせる試合見たいです。久々、3年前の、ZOZO マリン移転してからめっちゃホームラン打ってたぐらいのあの勢いが欲しいですね。やっぱりね打ってもらわないと勝てないんで、ちょっとね残り試合少なくなってきたんで、ちょっとそこを期待したいです。はい、僕はもう何のために仙台行ったのかね、新幹線で行って負けたっていう2戦とも悔しいです。まあでも楽天戦に関しては来週今度は ZOZO マリンであるんで、そこで、まあ、取り返していただければまあいいかなって感じです。ってことで火曜日から ZOZO マリンで西武戦楽天戦ということで、本当にもうあとないよ、頑張れマリンズ。以上、シンガーチャンネルでした。頑張れ。